はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画リコーです。サッカークラブ育成シミュレーションガルジョビットは始めていこうと思います。本日は練習試合です。モルティール浜松、どうでしょう。ファールです。やらかした。カルメンです。 PK になってしまいます。おっと、本丸ミスをした。まあ練習試合とはいえこれはラッキーでした。相手ボールをスローイン。さあゴール前。エリカ、チャンスですが、チャンスは崩れてしまいます。ハンソンギリギリをプレイ。ユーナ、アディショナルタイムは2分だが時間は過ぎていきます。まだチャンスがある。ラストチャンスでしょう。コーナーキック。ダメです。試合終了です。これですね、本丸の PK ミス。これが大きかった。ユーナのミドルシュート。ちょっと力がなかった。キック力ですね、結局は。方がたくさんいただきました。練習します。タマミラージオかな。
お、いきなり立てばスエリカだが、これは決めてほしかった。危ない、決められてしまった。タワミラージオに先制を許しました。立てます。ミオ、落ち着いて決めてほしいが、なぜこううまくいかない。キーパー正面、はるか横飛び、勝つことは士気にかかってきますからね。イエスエイカ、どうだ、くるみ決めました。同点です。エイカからくるみ、ノーホイッスル、本体、またはるか横飛びですね。横飛びが続きます。もうほとんど時間がありません。あ、出してしまった。試合終了です。相手決められてしまいます。先制点を、圧倒的だったんですけどね。さあ12月4週この年最後の戦いということで、16年度最後ですね。ちょっと待った、コーチシマトスかな、どうしよう。エルダード欧州で行きましょう。ただ緑を残してユーナか。でも、アキータとミユキ。これで行きましょう。いろんな組み合わせ可能性を試していきます。いいんじゃないでしょうか。サチコさあ緑、あ、なぜ直接シュートしない。
ユナ、センタリングは、通らない。出してしまいます。気持ちが切れないでほしい。お、嫌がらせかな。さあ、一気に。押し上げてきた縦パス。さあ今度はこちらは反撃か。ユーナ、あーっと横に流れてしまう。ボールはまだ生きている。これは相手ボールをスローインですね。おっと、ノーホイッスルです。ノーホイッスル。こちらも。さあ、こちら、もう時間がほとんどなくなってまいりまして、センタリング、これしっかり決めてほしいが、篠山高さが上回った。アシュアタイムは1分ですが、もうほとんど時間がない。決めてかけるまま試合終了です。ですね、これユーナじゃない、緑が直接決めちゃえばよかったのに。ということで引き分けでした。アジアチャレンジカップを出て三冠制覇の可能性も残っております。編成は特にないな。これまでやっていることと同じことをやるのみです。だいぶ A も増えてきましたしね。ということで、17年目に入りました。本年もよろしくお願いいたします。まだまだ力は足りませんが、優勝およびアジア待望のアジアチャレンジトロフィー優勝を狙っていきたいと思います。ジャパンカップ優勝もちろんか、三冠制覇でエンディングですね。まだちょっと足りないとは思いますが、17年目一歩でも近づけるように頑張っていきたいと思いますので、応援よろしくお願いいたします。そしてよろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。概要欄、プレイリスト、ブログ、ツイッターございます。ツイッターのフォローお願いいたします。カルチョビットはお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。